なんかじゃない。クローバーの3枚の葉にはそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の葉には幸運が宿る。5枚目にはこいつは絶望をも食らう悪魔だ。まだだ。スピリットストーム。完全に覚醒してないとはいえ、リヒト君に好き作っただけ大したもんだよ。さすがリヒト君の。もう動けなかったんじゃ。ここでアスタネ限界を超えてくる。まだだ。示し合わせてたような絶妙なタイミング。なんだこいつらは。言うのは俺の。アスタは俺のライバルだ。すさまじい魔力が凝縮されている。ユノさんの風。なぞ闇まとい次元切り悲願。空間回復魔法天狼かすかに傷端、体のダメージは封印した。あとアンチ魔法の力を引き出せるか。アスタ死ね。立てろ。お前がな。
法廷になるんでしょ。お前のことが分かってきた。それがお前の本心なんだな。何言って。魔力もアンチ魔法の力も使えないお前に何ができる。集中して気を読めば、すげえ捉えやすかったぜ、お前の剣は。確かに俺には魔力はねえ。お前なしじゃアンチ魔法も使えねえ。けど、誰にも負けない強い思いと、今までの出会いがある。俺は、ユノと同じ日にハージ村の教会で拾われて、俺には魔力が全くなくて、ユノはイケメン天才野郎で、それでもあいつはライバルで、どっちが魔法帝になるか勝負する約束をした。だから絶対負けないように強くなり続けることができた。入団試験で闇団長と出会えたから、暴牛のみんなと出会えたから、今の俺がある。それだけじゃねえ、俺は今日までいろんな人たちと出会ってきた。いろんな敵とも戦ってきた。戦って仲間になれた奴もいる、そうじゃなかったやつも。俺は忘れない。誰一人。全ての出会いが俺を成長させてくれた。最強と言わしめる実績だ。何いつまでもチンタラだったんだ、アスタ。お前がいねえと勝てねえぞ、アスタ。グリモワールで現れて、アンチ魔法の力が使えるようになってからも、ずっと今まで戦った、共に戦ってきた魔法剣士たちの動きに少しでも近づけるように、俺は鍛え続けてきた。まだまだそんなもんじゃねえだろ、アスタ。どれだけ鍛えても肉体には限界がある。強力な魔法にかなうわけがない。だがその努力は無駄ではなかったか。お前が戦っているのはただの魔法が使えないやつじゃない。たくさんの猛者と戦ってきた魔法が使えないやつだ。負けるはずがねえ。呪い続けてきたんだ。俺は一人で、一
勝利。俺の勝ちだ。